少少年でした少年時代が友達たちと面白いことに対する気づきがずれてるっていうのがすごく何かものを言うとそれに対する何かこう反,反,反論みたいなものを自分でうまくそれからこう交,渉も交渉というかそういう関係作るのも拙いから、うん、あそういう意味では非常に不自由なあのそういう人間関係を持ってで,でもうまく生きてましたけどね。 設計の授業さえ取れればいいように1年に全部単位取ってああとにかく3年4年は集中して設計してましたねとはいえ原研にいたわけじゃないですか、うん、アトリエファイトの関わりありましたよね原先生のそばにいると、まあ、建築原理主義的なところがねあ,、はい、あって僕今のだから私よりもあと3つ打つ上ぐらいだと思いますけど,ど都市的にはやっぱ体も動くし頭も動くああ、うん、でほとんど変えないっていうこと、はいはい、その横でまあ設計を やるるっていうことに対する覚悟まあ先生自体がそういう覚悟を持ってやるからその下で支えている人間たちも覚悟を持ってやるわけですよね。遠藤というふうにいつも言われるとこうプロポーザルとかねえの話すごくまあしてねとかまあ今日も聞きたいんでしょうけど中之島がちょうど2016年コンペスタートで2017年ですからえ12年ぐらいの間に多分120本ぐらいはやってるはず。 何か,か遠藤がとか言われるんだけどやっぱ数がそこは、うんはい、でもそれはやはり原先生の教えもあって量であるって言ってて言ましたから、ねうん、その,あの物事を「量がのの物事の精度を上げていくっていうことをやっぱおっしゃっていて、うん、そこに関してはあまあ揺るがない今はもうやってるし今はま,たまた桁が上がって<ー>年24とか24 25とかそれぐらいやってて <laughs> でも勝てない。 これは2002年か2003年ぐらいに作った別荘なんですけど柱で上のボリュームを持ち上げていてえこんな感じで断面もう本当に持ち上がった空間にえプライベートなスペース主寝室とか書斎なんかがあると。プランも真ですよこの図式は実は中之島美術館と全く同じなんですよ。人のパブリック 2人のプライベートっていうものをプライマリーな形態の中に設計するいわゆる私的なウィークエンドのを過ごす夫婦2人のためにやる図式そういう構想自体を何十倍に大きくしても成立しうる構想みたいなものを私はずっと探してるこれ、あのーまあ、コンペだったわけですけど、えー、と2016年にコンペがスタートしまして。 深山の本当に構想をもとにもと、うん、にというか途中で気づいたというのもあるんですけどね、うん、今色を入れてあるところがパッサージですね、うん、1>, 1階は駐車場から国立う国際美術館さんに向けて南北にで2階すぐ右の2階は面的にこう開くと、うん、そして3階は通過ですね吹き抜けだけで4階は東西に5階は南北にってこう全部向きを変えたパッサージを組み込んで、うん 本当にあの黒い外観がフューチャーされてかなり強いメッセージを与えてるんだけど、うん、実は単純に見えているああいう風景を中にすごく複雑なものがあるっていうことが僕は現代だと思ってるのね。見えないっていいううこととななんだと思うんだ思ですよ、うん、見えないその向こう側に技術とか素材があるっていうのが僕は現代性だと思っていて、うん、外側の設計っていうのは実は中から押し出してきた結果なんですよ。うんうん 63メーター角あるんだけど63メーターにしたかったわけではなくて内部がどう動くかの結果としてあの外形があるわけで、うん、そういう内包された複雑さみたいなものが実は、うんえー、市民の皆さんに提供されている提供したいと思ってたことですねこれ1階のパスサーですねで、これ2階上がる階段のところですね 2>,、うん、2階は外に対して徹底的に開く そういう意味では三山のそういう構想の中でいうとリビングとしてえ外に開いている部分の構想がここにも実は非常にこう市民にの皆さんに対してこうご提供しているってそういうこと原寛、ねうん、のこう建築理論から影響を受けているようなものっていうのは何かか終わりなのかいやめちゃくちゃ影響を受けて表現は全然違いますけどね。えー 先生あのお越しになった時に「はい、お前は静かな建築を作るんだな」って言ってましたよ。<ー>僕はだからその静かって言ってくれたことってすごく嬉しくて、うん、あの言ってみればその静かであるっていうのっていうのはやっぱりあの、ま、できるだけそぎ落としてね、うんうん、構想を提示するっていうところにちょっと近づけたのかなとは思うんですよね。 今日中之島美術館の方に日中ちょっと見学にまま来ました <laughs> 階段の見せ方だったりとかあのエスカレーターの見せ方だったりするのがとっても美しいなというふうに思っていて何かこ,うこだわりだったりとか気にしているようなことだとか見せたいっていうような欲望があったりするものでしょうか難しいけどまずねあの美しいっていう言葉はあんま使わないようにしてるのね と今質問いただいた方の美しいと遠藤自身が持つ美しいってやっぱり主観なのでちが違うんですよね。その客観的にあの建築がそのどうしてあの人に興味を持ってもらえるのかっていうことの方が僕は大切だと思うし、それは非常に大切なことだと思う。建築家とはどんな職業ですか。建築家とはですね。はい。うんまあ。 結構この世の中に残された数少ない自分自身が生きているということが社会と接続できる仕事ですね。でこれは非常に少ないと思う。でもう一つはその限界が全然なくってどこまでもいけるわけです努力さえあれば。そううい意味では えっと思いは大きければいいですね、お大きければ大きうん、うん、多いほど大、大きいほどいいと思いますよ、今、本当、日本っていうのは、こんな恵まれた国ないと思うし、うん、このやっぱり国に生まれたことって、ラッキーですよ、うん、どんなことやっても生きていけるから、うん、もっと自分の好きなことにまずは向かうべきじゃないですか、それはすごく思うね、うん、まあ建築家もなんか、いろんな建築家像ありますから、うん、遠藤さんのように、事務所やる人もいるし。 大工さんやりながら建築家やるようなステレオタイプに、うんあのー、こんな建築家みたいなことを言うんじゃなくて、うん、自分自身の延長として自分のやりたいことの延長としてつまり最大化する延長対象として建築家があると嬉しいいねそう思います最後に大きな拍手で閉会とさせてください。ありがとうございます